皆さんこんにちは。今日はドラッグストアの購入品をご紹介します。ドラッグストアの商品はあまり動画にはしていなかったんですけど、今日は珍しいものも買ってきたので撮影しようと思います。はい、まずは防虫剤です。そろそろ交換のタイミングだったんですけど、今回はムシューダのボタニカル商品を買ってきました。ボタニカルは植物のという意味なんですけど、植物由来の香料が配合されているみたいです。これはラベンダーとゼラニウムの香りがついているので苦手な方もいるかもしれないんですけど、私はいつもサシで香りを出していたのでちょっと試してみようと思います。こっちが引き出しに入れるタイプで24個入り、こっちがクローゼットにかけるタイプで3個入り、どちらも1年間有効です。はい、次は柔軟剤です。柔軟剤はどこの商品を使っていますかとよくご質問いただくんですけど、今は花王のイロカを使っています。香りは2種類出ているんですけど、本当どちらもおすすめです。まあ、でもどちらか一つを選ぶとしたら白いボトルのイノセントリリーの香りがいいかなと思います。洗濯が終わって洗濯機のドアを開けた瞬間からいい香りで癒されますし、部屋干しをしても部屋中がいい香りに包まれるので大好きです。で、そのイロカをずっとリピートしていたんですけど、今回はちょっと変えてみようと思ってこちらを購入してきました。 P&G のレノアオードレックスです。これは3種類販売されていたんですけど、どれもパリをイメージした上品な香りみたいです。私は詰め替えタイプを買ってきたんですけど、ボトルも可愛いのでそのまま置いておいてもいいと思います。はい、次はシャンプーとコンディショナーです。いつも使っているボタニカルシャンプーを買いに行ったんですけど、その下にこれが置いてありました。これはコーセーから出ているビオリスという商品です。で、こちらもボタニカル商品なのに価格がこちらの方が断然安かったので一度試してみようと思って買いました。ノンシリコンだし、きしまないふんわり泡と書かれているので、まあ私の好きな感じだとは思います。香りはピーチ&アップルをブレンドしたフルーティーフローラルの香りと書かれています。そしてこちらはエリプスヘアビタミントリートメントです。いつも洗い流すタイプを使っているので流さないタイプが欲しくてこちらを買ってきました。ここにはピースアッププラスの雑誌で注目度ナンバーワンと書かれています。こっちのピンクが乾燥などのダメージに効果があるローズ&グリーンの香りで、こっちの黄色がサラサラした輝く髪に導いてくれるフレッシュトロピカルフルーツの香りです。まあ、一粒で簡単に使い切れるカプセル型っていうのもいいと思いました。まあ、髪の毛の長い私には量が少ないかなとも思ったんですけど、まあ、毛先にしかつけないので大丈夫だとは思います。そして面白い商品も買ってきました。こちらはモテ髪実感髪の毛のマスク集中ヘアパックです。これはヘアマスクの中に植物由来美容成分が配合されていて、髪に張り腰を与え、サラサラとした指通り毛先までのツヤを与えてくれるそうです。使い方は簡単で、シャンプー後軽くタオルドライしたらこれで髪の毛を包んで10分から15分湯船に入って温めて洗い流せばいいそうです。これ1回分なので頑張った日のご褒美だったり大切な前日の夜だったりに使用するのがいいと思うんですけど、私はちょっと髪の毛をいたわってあげようと思って買いました。あ、でも裏面には週に一度のご使用をおすすめしますと書かれています。1回分だけどロングまで対応しています。はい、そしてこちらは美容師さんが考えた髪のためのタオルです。私は髪の毛が長いので乾かすのにすごく時間がかかるんですけど、お風呂上がりにこれでタオルドライしてから髪の毛を乾かそうかなと思って買いました。これは楽天のリアルタイムランキング1位ですね。これで髪の毛を包んでおけばドライヤーの時間がぐっと短くなるみたいです。マイクロファイバーのタオルで吸水力がすごいみたいですね。あ、
吸水力は綿の5倍ですって。すごいですね。サイズは 38×85cm。 これもロングの髪の毛にも対応しているみたいです。ちょっと出してみましょう。あ、ふわふわです。このふわふわな感じが伝わるかな。すっごく気持ちいい肌触りです。あ、思っていたより長いですね。このタオル自体も洗濯の後スピード乾燥すると書かれているんですけど、まあ、使ってみてよかったら洗い替えでもう1枚買おうと思います。確かもう1色あったと思います。はい、そして最後の商品になるんですけど、入浴剤を買いました。これなんで買ったかっていうと、液体なんですよね。珍しくないですか？なんか色は乳白色で保湿タイプの入浴剤ですね。と、美肌を極めたクレオパトラが愛したヤギミルク風呂が味わえると書かれています。弱酸性でフローラルスイートの香りだそうです。はい、以上が今回のお買い物でした。この中で気に入ったものがあってリピートすることがあれば、またどこかでお伝えさせていただきます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。